車が社会とつながることで生まれる新たなリスク、情報被害や悪意のハッキングによる事故からユーザーを守る電子システム、多層防御、対策の異なる4つの層で多様な攻撃から人と車を守りきります。外からの攻撃を防ぐ外部接続の認証機能、攻撃を車の中と分離するゲートウェイ機能、車載LANをよりセキュアにする認証機能や ECU 自体を守る ECU 対策です。保護すべき資産の重要度や攻撃の脅威レベルに応じ、セキュリティレベルも適切な水準に設定。またセキュリティ技術のアップデートや万が一のインシデント対応のために15年以上にわたる車のライフサイクルをワンストップでサポートする体制を構築しています。電装の多層防御技術はスタンダードとして広がっています。電装は国内外の自動車業界と連携しながらサイバーセキュリティ強化の技術を提供していきます。